中学生の時に職場体験に行って、子供と毎日こうやって過ごす仕事がすごく楽しいんだなっていうのを知って、保育士とか幼稚園の先生になりたいなと思って大学に行きました。命を預かってるので、子供の安全だったり体調の変化を常に気をつけて気を張って見てなくちゃいけないので、そこはすごい大変だなと思います。もう若手の人からベテランの人まで幅広い年代の方がいらっしゃるし、あと移動もあって毎年人の入れ替わりがあるので、なんかいろんな方と働く機会があるので、なんか毎日刺激を受けながら働くことができるのがとても魅力だと思います。悩んでる時もすごい親身に相談に乗ってくださったりするので、そういう温かい職場です。子どもの成長を一番近くで見られるのが魅力だと思います。一つ一つもうなんかちょっと運転に登れるようになったとか、なんか着替えが早くなったとか、そういうのだけでもすごい、あ、去年はこうだったのになとか思いながら過ごしてます。保護者の人ともそれが一緒に喜べた時は本当に嬉しいなと思います。